中継車。中継車とは、テレビやラジオの映像や音声を収録、伝送するための機材を搭載した自動車のこと。主にスタジオ外で行われる催しや報道を、効果的に放送するために使いれる。日本国内では、特殊用途自動車、いわゆる8ナンバー車の一種となり、2013年時点で600台が、登録されている。日本における、 最初期の中継車が登場したのは1952年で、スポーツ中継などに使用された。1959年の上皇秋日と上皇后道千子ご成婚パレードを機に民放各局にも導入され、1964年の東京オリンピックをきっかけにカラー化、その後1980年代には、現在の中継車の原型となる VTR スイッチャー、カメラを搭載したタイプが登場した。 中継車は様々な用途や目的によって求められる車体の大きさや機材が異なっており、ラジオの中継車はセダンから小型バス、テレビの中継車はワンボックスカーから大型バスやトラッツをベースとしているものが多い。特に大型のものでは許容される、総重量の大きい鈴ギガなどの大型トラックが選定される。車両は放送局が保有する他に、 技術プロダクションが番組制作や機材対応などを行うために保有しているものもある。導入コストなどを理由に大型中継車、特に最新の放送企画に対応るものを導入していない放送局では必要な時だけレンタルにより技術プロダクションや他の放送局から借用、スタジオ横に常駐させることもある。一般に中継車と言われるものの多くは 制作中継車と呼ばれるもので、数台から十数台のカメラを搭載し、スポーツ中継などに用いられる。内部には、旧カメラコントロールユニットや CG 装置など多くの機材が設置され、車体も大きなものが選ばれる。近年では駐車中に車体を拡幅しより、多くのスタッフを収容できるタップも存在する。また、報道番組における現場からの中継には、 それほど多くのカメラや機材を必要としないことから、より小型で住宅街などにも入っていける報道中継車が利用される。これらの中継車は映像をフプーや SNG、衛星により伝送することから、フプー中継車とか SNG 中継車とも呼ばれ、車体上部に大きなパラボラアンテナを装備する。多くの中継車は取材先で駐車し業務を行うが、 マラソンや駅伝に使用する場合には選手に合わせてほぼ常時移動するものもあり、それら移動中継車と呼ばれることがある。また走行しながら映像を伝送する必要からアンテナ角度を随時変更する移動体通信車とも呼ばれる。音質が求められるコンサートの中継やラジオ放送に用いられる中継車は音声中継車と呼ばれ、 レコーディングスタジオ並みの機材を搭載したものも存在する。中継に直接的には携わらない、支援車両も中継車と相乗されることがある。大容量の発電機を搭載し、中継車等に電力を供給する電源車、カメラ等の映像の収録のみを行う VTR 車や編集車、あるいはスーパースロー車などの通常の中継車には搭載しない。 特殊機材を専門に搭載する車両などがある。搭載設備は中継車の目的による。映像を確認するためのモニターだなと、モニターに表示させる映像を選択する、マトリックススイッチャーは、多くのテレビ用中継車に搭載される。制作中継車には、スイッチャーとそれを操作する制作宅、カメラの映像を調整する旧、事前に録画した映像を流すための VTR。 そしてスタッフ間の連絡に使われる優先のイターカムなどが備えられる。スポーツ中継の際にはスロー再生用の機材や特典や選手名を表示させる CG 装置なども必要となる。マラソン等で用いられる移動中継車には車体後部にカメラと集音マイク、そして実況席を設置したラジオスタジオのブース風の車種もある。用途も様々であり、 現場で、ほぼ完成版の音声、映像にまで仕上げてしまう場合のほか、スタジオ番組の一部に、現場からの音声、映像を挟み込むといった使い方もある。もちろん前では大規模な中継車が必要になり、後者ならば小規模なもので済む。また、マイクロフォンやビデオカメラ、ケーブル類などの機材も搭載しており、機材輸送車という側面も持つ。ラジオの中継車は、 以前は専用の無線回線、インタビューやリポートには、ラジオカー、高い音質が要求される、番組内コーナーには、FM カーが利用されることが多かったが、外部からのリポート程度のものであれば、携帯電話の回線を使うことが増え、それ以上の特殊な設備を持つ中継車の出番は、減少した。テレビの中継者は、以前はもっぱらマイクロ波を用いた、フプーで映像を送っており、 中継者からの電波をテレビ局につなげることができない場合には中継局の確保、設置などの作業が必要あったが、1989年に通信衛星の登場により通信衛星経由で局に送るサテライトニュース、ギャザリングという方法が実用化された。当初は地表面経由でのマイクロ波中継が困難な場所でのみ限定的に SNG が使われていたが、 通信衛星の回線数が増えたことなどにより、通信衛星経由での中継を選択することが増加しいる。また、これらの通信衛星の利用については、地上通信のマイクロ波のような免許制ではなく、営利会社、電気通信事業者が管理運営をしており、利用料を支払うことができる団体であればどんな団体でも利用できる。そのため、企業内通信、 放送や大学病院での手術中継、株主総会やイベント中継等に幅広く利用されており、企業や大学、警察、消防、都道府県などの観光庁では専用の SNG、中継車を自前で所有、運用しているところもある。2000年代からは BS デジタル放送や地上デジタルテレビジョン放送の開始によって、HD での中継も行われるようになり、 デジタルフップーによる、伝送、SNG による、HD 伝送、ネクションや JT 等の光伝送を使用する機会が、増えつつある。なお、中継車に搭載されている、無線局、つまりフップーや SNG 等の陸上移動局や、地球局の操作は、ベザットなど例外を除き無線従事者、または、その監督によるものでなければならない。規模にもよるが、 人工衛星局による中継会中により、最低でも第2級または第3級陸上特殊無線技師を要する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。